大変長らくお待たせいたしました。ただいまにメインイベントイードル GP ヘビー級選手権試合を行います。赤コーナーに挑戦者北野天才児木本陽太選手の入場です。入場曲を変えて新規一点という形で入場してくるんでしょうか。聞き慣れない入場曲ですね。そうですね、前節通じですけど変化の多い試合ですね。そうですね。さあ入場してまいりました木本陽太選手。こちらはコスチュームは変わらず。そうですね。さあこれはですね、木本選手はですね、これが初めてのベルト挑戦ということになりますね。昨年この会場でヤングトーナメント優勝しました。はい、順当にその地位を手に入れろというところでしょうか。赤プロナーの天才人キヨタヨータ。青コーナーに第18代 EWGP ヘビー級選手権者瀬戸康史選手の チャンピオンベルトの返還です。さあベルトをゆっくりとタッチして、まあ、これから取るんだろうという去年に引き続きこの会場で勢いのある木本選手、はい、
瀬戸選手も去年ここで初長官。そうですね、そう張っていきましたね。雰囲気だけでいくとどちらがチャンピオンって言ってもおかしくないぐらいの雰囲気出せますよね。そうですね。さあこれはもう木本選手も絶対に勝つぞっていう意気込みがもう表情から見て取れますね。負けない負けない。さあこれ肉弾戦といった立ち上がり方ですね。これはね、ちょっとでもまだお互い出し切ってないですよね。はい、これからもう今探りの打撃っていう風に見えます。そうですね。さあでもね、ここからですね、もうすでに、まあ、ポスター、今回の、ね、八県地区センター大会のポスターにも書いてありましたけれども、まあ熱くなる準備ができているかということで、これ熱い試合展開が予想されますね。そうですね。もうそこでグラウンドの方にこう思い込みしましたね。そうです。さあこれは足を決めていってますが、木本選手がその腕を今度は取ってますね。この2人のグラウンドっていうのもどういう展開になるか想像がつかないですよね。そうですね。すごいですね。この2人はやっぱりあの UWA の中で一番練習量の多い2人ですから、やっぱりそこのテクニックの、ね、磨かれ方っていうのもね、他とは違うと思いますからね。さあここはゆっくりとして、今度はヘッドロックですね。ヘッドロックで締め上げていく。ああ、自分で返せ。ほら選手のパワーがすごいんで、これ相当苦しいんですよね。そうですね。さあもうこれはもう、いやこれは前に前に返していって、今度はヘッドロック、ヘッドロック、そして小投げ。いやしかし今度はさあ腕を投げていく。さあヘッドシラスから返していく。木本選手のグラウンド、早い展開多くなりますね。そうですね、全日本とかで、ね、見るような方法でしたね、今のね。さあ、ゆっくりとお互いでガタンかかっているな。木本エルボー、木本選手から打撃。効かねえぞ。さあ、効かねえぞ、効かねえぞと。弱い弱い弱い。今までから瀬戸選手に打撃が分があるように思います。そうです。あーっとこれ肉の弾ける音、もっと避けていた水面切り。さあ縦縦と煽っていって、これはあーっと痛い、これは痛いぞ。そして走っていって、ピッ、あっとキャッチ、これは止められて、おっとこれ、これあの いけないタイプの出る方ですね、これね。受けたくなかったですね、今日選手。ゴンって落としましたから今。あーっと、これも痛い、これも痛い。もう木本選手の首はぐんやりと曲がってますね。泣いたもんは赤くなってきました。さあ、もともとね、木本選手、ただ白いとはいえ、それにしてもというところですが、おっと、これは体勢変更。逆に木本選手が打っていく。さあ、気合一発でエルボー。いや、しかし。うわっと、これはいけない音がした、いけない音がした。ちゃんと意地出しますよね、こちらは。瀬戸選手もね、やっぱチャンピオンになる前でなかなか攻めきれないところっていうのがあったかなっていう印象があるんですけど、やっぱチャンピオンになった試合からっていうんですかね、なんか苛烈さっていうのが出てきました。あっと、これは膝。そしてデフライングメディアに投げ飛ばしていって、今度は瀬戸選手が蹴り、難しい。さあサッカーボールにぶち込んでいって、回転しながらニュートロップ。さあ膝を乗せてのフォール。さあちょっとこれは屈辱的なフォールに木本選手もイラッとしてるんじゃないでしょうかね。私には瀬戸選手、これがチャンピオンだっていう姿だっていうのを見せたいように思いましたね。なるほど、やっぱりこのチャンピオンになった後の試合ですから、初めてのね、こうベルト戦としては。さあここはブレイクバッターで上げヒット宣言したが、腰を落としていって、これを耐える。上げさせない、上げさせない。いや上がった、いや上がった、上がった、上げ、うわっと、これは後方着地。逆にこれはおっバックドッグライン。いやしかしエルボーで回避回避。さあロープに走った。お互いの手をね、返して返してという形でね。
ですね、やっぱりお互い研究してるっていうのはよく伝わるのと、そうですね、お互いを知り尽くしてると言えるんじゃないですかね。さあここはエルボードロップ、あこれは腕を折りたたんで、わーっとこれはジミルがいやらしく痛い攻撃、折りたたんで逃げ場のない腕肘あたりにキックを仕込んでいって、さらにその腕にこれは黄色くですか、さあ腕黄色く、黄色くさらに痛めつけていく、あ絞り方変えましたね。そうですね、さあ黄色くから崩していって、今度は別の折りたたみ方に変えていきます。見てても木本選手の気持ちで全然負けてないです、ね、そうですね、やっぱりベルトは俺のものだと言わんばかりの試合です。さあここで腕を追い上げていくが、さあちょっとこれ瀬戸選手ロープが近いですね、ちょっと足を伸ばしてロープフリックしたいところ、瀬戸選手の腕を先に潰しておくと後半に打撃がなくなる。そうです、さあここはロープフリック、しかし結構長い時間捉えられましたね。やっぱりもう木本選手の作戦勝ちに思いますね、この展開は。そうですね、さあこれがね、展開を吸い付けばいいところだということで、ボディスラム、さあロープへ走って、さあ溜めてエルボドロップ、ホール2、さあ溜めた2、そっからそっから、休んだ休んだ。さあ木本選手ね、ここで手を緩めずにどんどん攻めていきたいところ。さあ今度はフレンメイヤー、さあキック一発入れて持ち上げて、今度こそ行くか、今度こそ狙うか、いやこれはさせない、させない、おっとフラキック背中に手の小ざに行ってくれて、バトルポーズはもっと万が一、万が一ちょっと万が一は大きいよ、まあ、ちょっと瀬戸選手ぶらついているか、これはキム選手にぜひ攻めていってほしい。さあこれラリアット逃がすな、逃がすな、さあこれは場外に落ちてしまった、さあさあこれは場外の展開、場外の展開、長いやね、メリコンテ、さあおっとこれはあの会場はね壊さないでくださいね、あの我々二度と使えなくなるんでね、セコンドの皆さんはお客様に怪我しないように見守ってください。ただ会場の備品にだけね壊さないようにお願いしますね。さあ我々もねこういった工業はね、あの地区センターの方のね行為の上に成り立っておりますので、地区センターの皆さん毎度毎度ありがとうございますというところなので、この行為をね裏切るような真似はしたくないというところでございます。おっとなんかすごいなんか弾けた音がしたぞ、こっからはよく見えないが、なんかおそらくキックが入ったのかな、これ今瀬戸選手が攻撃していく、そうですね、場外で途中で対抗性が入れ替わったようですね。そうですね、変わります。さあ、おっと、これはなんか危ない予感がする、危ない予感がする、危ない予感がする、これは、これは危ない、これは危ない、あーっと、いや、さあ、キック、キック、終わった、場外に向かってフェイスラスター、これはハードな展開です。さあ試合戦、さあここで木本選手はリングに戻ります。休め休め、インターバル、インターバル、さあ瀬戸選手ね、場外へのフェイスバスター食らってますから、ちょっとこれダメージ大きいんじゃないでしょうかね。ね、決して軽いものではないですし、はい、でもここからチャンピオンの意地っていうのをどんどん伸ばしてもらいたいですね。そうですね、さあここで木本選手はゆっくり休息を取っている形でしたが、引き続き攻めに入りますね。木本選手はもうここからラッシュをかけてどん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 追い詰めてほしい。そうですね、さあその瀬戸選手をリングの穴に入れて、さあゆっくりゆっくり近づいていく。さあちょっとグラッとした瀬戸選手の体、ちょっとダメージの大きさが伺えます。さあここで、おっと、もう狙っていくか、どうぞーん、炸裂、開始、開始、ワン、ツー、ツー、
しかしこのやつまだまだまださあ、木本選手ね、あの得意技のところも見舞っていきましたけれども、ちょっとこれでまだカウントが入らなかったというところで、決めるぞおっと、今度決めるぞと一発狙うわ、いや、あらい、あらい、瀬戸選手の腰が重い、もっと今度は前向こうだ、スモールパケットホールドだ、取られるよカウント2、さあ、立ったところに今度はスクールボーイ、カウント2、いけいけいけ、さあ、丸め込みを連発していきますが、何かカウントは入らない、本人というともう意地でもベルトを持ってやるって執念が伝わってますよね。そうです。おっと、いや、パスポキックは出せた。なんだ、これは裏剣が入ってるのか。おい、行けよ、行けよ、決めれ、決めれ、決め、さあ、ここでバックブロックの体勢だが、いや、これは上がらない、上がらない、あっと、これは、これも危ない、これも危ない体勢、はい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 、失敗だ、さらに、これはエクスパイダー、さあ、連続のエクスパイダー、カウントは、カウント2、さあ、エクスプロイダー連発の2番手に行きました、カウント2、そうそう、お互いがお互い決めに来ている感じが伝わってきます、そうですね、やっぱり今としてはね、木本選手が分が悪いというところで、うわっと膝、起きれ、ほら、さあ、ここで瀬戸選手が気をつけてよ、サポーターを取った、さあ、走って、おっと、これは瀬戸のバックからの蹴りを放っていました、さあ、そこで、ここで体勢を一気に入れ替えたいところ、さあ、カウントは2、さあ、決めるとと意気込んで、さあ、今度も上げて、バックドロップ、さあ、バックドロップ入って、ディアポールには行かないか、これは狙ってますか、あ、これは狙ってますね、完全に、しかも、ここまで来た清水選手の得意なペース、そうです、さあ、皆さん、手拍子お願いします、手拍子お願いします、ちょっとこれでは決まらなかったが、ここで手は緩めたくない木本選手、さあ、ここで首ついて、いや、上がらない、膝が入る、膝が入る、これはちょっと分が悪い、首相撲の体勢になってしまった、さあ、ここでプレーンパスター、おっと、垂直落下式、プレーンパスターというのは垂直落下式 DDT に近いような、はい、さあ、肩もちょっと数センチしか上がらないように見えますね、こらえろ、こらえろ、さあ、ここで、ああ、さあ、さらに行く、さらに行く、これは、これは、これは危ない体勢、これは危ない体勢だ、これは食らいたくない、これは食らいたくない、これは何としても食らいたくないわ、こらえろ、こらえろ、聞いたぞ、さあ、瀬戸選手行きたいところ、さあ、ここは飛んでよ、お、崩れた、崩れた、崩れたところに、あー、スペルさーん、ほら、ちゃんとここだよ、ここしかないよ、選手の角度が1回転しています、ほら、ちゃんとここしかないって、この前の蹴りも、はい、ガードしてるように見えましたけども、どうだ、ガードが腰に入ってたんです、はい、ちょっと、キモト選手、ここが当たってる、ここに当たるんだって、おっと、これはかかとしか、ステップアップ試験の方とそのように受けられたが、お互い立てるか、起きろ、さあ、ちょっとお互いダメージが大きい、ダメージが大きい、起きろ、ワン、ツー、起きろ、スリー、フォー、ファイブ、セックス、セブン、
さあ、ここで木本選手、捕まえる捕まえる。さあ、ここはボット何を狙っていくんだ。イエーうわーっと、これはこれは荒々しく滑り返すような体勢でしたが、かなりセカンドロープに突っ込んでいくような形でしたね。どうでしょうか。危険な角度でしたね。はい、これはもう何としてでも勝つという気合が見えますが、さあ、イエーうわーった。これは蹴り、もたれかかる瀬戸選手にキックを拾っていく。よく返しました今。休むな休むな。おら瀬戸選手かなりブロッキー状態と言えますが、そして最初狙っている、いやーデンタースタッフルさん、さあ狙って続けてようやく決めたところだったんですけれども、決められない状態でしたね。これも返すということは次に何が出てくるのか。そうですか。バズソーキック、さあバズソーキックですね。終わりと宣言。さあもう一度飛ぶのか、これさどうもう一度飛ぶのか、もう一度飛ぶのか。これはちゃんと絶対絶命、ずっと飛ぶな。これだバズソーキック、あーっと決められない。これに向けて返せる。ここ一発で決められないのは2発だと。あなたにはパスの瀬戸選手の方が早かった。ビンタビンタ。さあここで、あっとうわっと、これはキックが炸裂。さあ瀬戸選手がセカンドトップに登って、これは危険な体勢だぞ。これは危険な体勢だぞ。ジモ踏ん張れ。ラッシュ入りましたよ、こちら。さあもう完全透明に前来い前、ロックを掴んだ、ロック掴んだ、ロック掴んで逃げたが、いやその腕を取られて、これは危ない。ドロッサーレックス、ホルマー、おっとカウント2。いや、だから離さない、だから離さない。あったー、何やったー。ラリアットからの大神により瀬戸康史選手の勝利です。2019年、そして令和一発目の EWA
楽しんでいただけたでしょうか。挑戦者気持ちめちゃくちゃ強かったです。ここまでやるとは思ってませんでした。キャリア5年でこんだけ強くなるやつはちょっと先が恐ろしいと思います。それでも今日勝てたのはこのベルトに対する強い気持ちとここに来てくれた皆さんの応援のおかげだと思ってます。ありがとうございました。今年も BWA は熱い戦いをガンガンしていきますので応援よろしくお願いします。今日は本当にどうもありがとうございました。さあ皆さん、うすうす感じているかもしれませんが、瀬戸選手という男は不器用な男なんです。こういう形になりましたけれどもね、本日 EWA 立ち切り地区センター工業、皆さんご覧いただき誠にありがとうございました。ありがとうございました。お帰りの際はですね、忘れ物等ないようにご注意の上、靴の方もね、間違えたり、往々にして